シャーペンニュース133、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。で、まあもう飛来してみるとわかるんですけれども、フラパムラあと1ヶ月を切った状況ということで、まあ、この段階で何が発表されたんでしょうか。ニュース以外で分かった情報も合わせてご覧ください。どうぞ。まず、インドラ獣神化。まあ、ドロシーっていう光属性でかなり古い方のキャラクターが来たんで、こっからもうフラパまで、古めキャラクターを救済していって突入するという流れだと思ったんですけれども、まあ普通に戻りましたね、最近の流れに。ただまあ言っても貴族性も結構してるんで、この2800番台のインドラも古い方ではあるんですけれども、まあ、サイコさんの方を救うっていう流れではなさそうですね。で、インドラの性能こちらなんですけども、それに触れる前にまずこの友情コンボのところですね。この属性のアイコンがつくようになりまして、これニュース発表時からこうだったんですよ。もうなのでもう性能発表時点で属性コンボの友情がわかるっていう、これはすごい痒いところに手が届いてますね。考察がしやすくなったっていう。で、性能を見ていくと、まずアビリティは神化ベースでしたね。僕やっぱ進化ベースのあのフレアとか、魔紋エセス、まあ、宝来とかも一応いけるよっていうのを使ってたんですけども、まあ、神化ベースの地雷ブロックに鉱物キラー。で、鉱物キラーの途中下がったんですけど、代わりに進化の神キラーを受け継いだといった感じです。で、雷メテオ SS は8ターンからとなり、2週に1回打っている。で、友情コンボ、ホーミングの方は順当強化ですね。もう普通にこれ、超強貫通ホーミング18。もうこれが当たり前になってますから、重心化は。で、気弾の方は超強乱気弾になりまして、もうランダム性はありますけれども、火力は高いんで、まあこっちの方がいいだろうっていう。で、しかもこれが砲撃型。キラー M が乗る。で、ゆっくり回るんで、砲台役としても優秀になりましたね。で、仕事としてはもちろんキラー M が刺さるところ、まあ、友情コンボ強くなってるんで、普段使いもちょいできるようになりましたし、あと反射ですけども、近畿17。あそこはそのキラー M が両方とも使える。砲雷に神キラーが刺さって、HP 共有してる盾に鉱物キラーが刺さるんで、まあ一体ぐらいだったら十分活躍することできそうですね。あとまあ17、超埋水が活かせる浦島太郎とかなんですけど、あともう一個、これ予想なんですけども、まあ、ちょうど今日降臨する爆絶の帰りで、地雷ブロックが必須強になっていると。で、これもし貫通ゲーだとすると、もう17極なんですよね。もう伏せ姫とかパールバティが大暴れしてしまうんで、まあこれはもう反射ゲーだろうっていうことで、そっからインドラですね。これでもしね、インドラが最適クラスだったら、僕は、先見玉の時のワルプレリス思い出しますね。まあ、初降臨時にワルプル重心化発表されていたけども、実装されてなかったんで、なんかモヤモヤするっていう、絶対これワルプル強いだろうっていうね。まあ、どうなるんでしょうか。とりあえずインドラ重心化、おめでとうございます。続いて情報修正と、これ意外でしたね。もう先週のあのバランス型パワー型の修正が、まあ、集金入ってると思ったんで、これまた3ヶ月後かなと思ったんですけど、普通の方も来たっていうことでしたね。で、情報修正はもうすでに先日、まあ、実施されているんで、まあ、性能の詳細と、まあ、一応プレイ映像も載せておきます。まず卑弥呼と、いやちょっとこれ僕一番好きなキャラクターなんでね、突然来てこのセンターを飾ってたんで嬉しかったんですけども、もらったのが魔法陣対応の追加と毒キラーという、こう火力とギミック対応力ですね。で、これ初のスラビクワトロアビリティっていう時代感じますわ。まあ、毒友情キャラクターと組んだら2種類のキラーが乗る直殴りっていうのは結構現代的でしたね。足が速いんで結構殴り回数が多いっていう。で、友情コンボ自体変わってないんで、これはまあさすがに強いとまでいかないですけども、まあ、キラー2種乗ったらまあ一応戦えるかなってぐらいですね。ただ結構毒友情の相方が少ないんで、この辺は降臨で出てくるんかなっていうダメ魔法陣で、今のところはガチャゲンで背徳とかになるんですかね。で、次がダルタニャン。まあ、こっちも新しいサポートアンチアビリティ、超レザーストップと SS タンチャージをもらいまして、スアビクワトルアンチアビリティですね。2体目って言っていいのか。で、さらにダルタニャンは友情コンボも強化されまして、両方とも現環境のものになりましたね。まあ、なので順当に火力は上がってますし、まあ、アンチアビの追加はないんで仕事は増えてないんですけども、まあ、鉄製クエストのランクってのは確実に上がってますね。シュリンガーラとか、1の極とかも超レダスト活かせますし、で、友情コンボも普通に強化されてるんで、これ普段使いの面でも使えなくはないですね。キャラ持ち悪かったら。まあ、貫通でこれは優秀。で、ミケランジェロの神化と、まあ、これ降臨キャラクター、究極の、なんですけども、まあ、何をもってか、友情がめちゃくちゃ強化されましたね。3体目のグロースフィア、このキャラクターっていうのはもう誰も想像できなかったと思う。で、まあ、一応それ以外も幻獣キラーとか、ステータスも上がってるんで、なんとなく強そうに見えるんですけども、ただ問題としては、まあ、注目のこのグロースフィアがパワー型とサブ友情っていう減衰する効果が2つあるんで、威力が大幅に下がっていると。まあ、これ艦隊組んでるとめちゃくちゃいいんですけどね。これ1体2体とかだと全くもって、まあ、強いとまではいかず、で、しかも反射で、ターン浴び、まあ、パワー型で動き出せもあるんで、おすすめ運極とまでいかないですね。まあ、トレンドバーを使っている雰囲気が出るってぐらい。で、次がバルキリー。これなんか重心化の時も修正もらって、回になっても修正されるっていうね、修正だらけですけども、まあ、注目点としてはこのコレクトスキルの発動条件と、合計 HP10 万5000以上が追加されまして、かなり艦隊編成も現実的ですね。まあ、ちょっと加盟付けたら OK なんで、だいぶ楽になった。で、しかも弱点キラー M になって火力上がってますし、まあ、直殴り、友情コンボが強化していると、まあ、長距離クロスウェーブとかも弱点キラーと相性いいですからね。
で、このランダ SS は火力高いですし、まあ、友情コンボの配置ができるってのに加えて、まあ、一応その敵に張り付いてレーザーを食らうっていう役割もできますね。まあ、結構使ってみた感じは優秀だった。で、ニュース発表最後はドンキホーテですね。まあ、ブロック対応の追加に友情ブースト M の火力、状態上回復のサポートというもので、機械属性ダメージ雷対応ってのはかなり対抗キャラクターが多いんで、まあ、差別化を図ってますね。で、SS も8ターンからになって、これはまあ、それアンデルセン的な感じだと思っていいと思います。で、ちょっとこれ持ってないんでプレイ映像出ないんですけども、ブロック追加によってアドブタとか25の動きとかもブロックで動きやすくなって、状態上回復で毒の回復ができる SS も動きやすいんで、まあ、これも汎用性は上がっていると思います。でも元が高かったですし、まあ、ちょっと影は濃くなったかなと思われます。はい、でもここまでがニュース発表なんですけど、こっからがニュース以外で発表された情報修正ですね。で、その中から僕が気になったキャラクター抜粋なんですけども、まず今回の情報修正の注目点としてはミケランジェロみたいな、なんか突然強すぎる友情コンボが付けられてるキャラクターいっぱいいるんですよね。ただまあ全員パワー型でサブなんで威力はお察しですけども、グレイウォールボムのスキュラがインボリュータスフィアって感じなんですけども、もう一体いまして、リュウマ王。まあ、このキャラクターなんとメインがトライアングルボム、サムがオートジャベリンっていう、なんかここだけ見たら最強キャラクター見えるんですよね。まさかのコンビになりまして、まあこれもそのパワー型なんで、ジャベリンの方はその期待できないんですけども、まあトライアングルボムはパワー型の減衰だけなんで、まあそこそこ、まあ本当にそこそこですけどね。まあ他のもう実験台ぐらいの感じのやつに比べたらトライアングルボムは輝いてた。今回星5キャラクターの修正なかったんですけど、こっちがやられてるからですかね。星6降臨のパワー型が遊ばれてるっていう。ベルフェゴールの重心化と、まあ、魔法陣対応追加されて、属性キラーがスラベに移動したんで、友情コンボにもキラーが乗るようになった。で、しかもその友情コンボ自体も両方とも強化されたんで、まあ、全体的に火力上がってますし、で、しかもエリミネーターとギミック対応共通してるんで、これもう一花来ますね。いや、昔カルナとか神獣でも輝きましたけども、これからもう一回来ると相当なキャラクターになる。で、シトリンはアンチウィンドが追加されて、より一層怪しいですね、ここは。あの、ドアビリティ、地雷、ウィンド、魔法陣対応で言うと、ソロモン、アリア、ユノーがいるんで、ここはもう秒読みではないかなと思います。ソロモン重心化したら、来るはず。え、ニョイボーは主要の呪力対応もらえまして、イデア鉄製ですね。シンプルかつ一番いいものもらってる。地獄売りとかパーティーにいたら相性いいと思います。やっぱり今年の情報修正の質はすごいですね。で、あと重心化キャラクターの情報修正というと、その回の基準になるんで、今情報修正してもそんな使わないという場合でもポジティブに捉えていいんではないかなと思います。ということで、情報修正された皆様おめでとうございます。新たな超絶回が降臨、除火回。初降臨が6月18日金曜日19時から21時、福井城コンボ、メテオ、エナス、アエス、白爆エース、超強スパークバレット、追撃貫通弾。まあ、白爆エースじゃないですかね。頑張りましょう。未開の大地に新たなステージが登場。まあ、今年は1周年だったんで、なんかあるかなと思ったんですけど、特に何もなかったですね。まあ、いつも通り新しく拠点20に入るよということで。ただ、ここはね、前回の拠点21が難しいってのと、ここのボスは荒見玉なんで、もう不安たっぷりですけども。乗り越えていきましょう。エクストラクパーク2021追加情報ということで、まあ一回過ぎてるんで、こっからもうじわじわと情報が解禁されてますけども、まあ、今回はまあこんな感じで、モンストやってたらわかるでしょうっていうコーナーと、モンスト2の追加情報でしたね。で、モンスト2の方はもうなんとオールスターですね。全員出てくるって言われまして、もうこんないるんだなっていう。で、これに加えてもしかしたら去年のもののけ少女みたいに突然、ボーンって来る可能性もあったりなかったり。来週のラッキーモンスター、ズーマー、コボク、チュパカブラ、ミルバートン、チンジャオロウシ、控えの冒険戦ディッシュということで、まあ気になるとこ多すぎますね。いつまでこの期間限定枠が控えなんだっていうことと、まあ新イベントのキャラクター、まあ先週、先々週に続いて、前回イベント激急のチュパカブラが入ってるってのと、もうすでに今回のイベントのコボクが入ってるということで、まあこれはもういつまで続くかわかんないですけども、もう新イベントキャラクターがこれからラキモに入るよと案に言ってる気がしますね。まあなので今開催している新イベントのキャラクターもおそらく来週再来週とラキモに入ると思われるので、今のうちに作っておきましょう。はい、ということで今回のニュースはその新イベントの発表がなかったというか、これ来週だと思うんですけども、それなかったんでじゃあ何するんだろうなと思ったら、まあ、デカめの情報修正ってのが大きい情報でしたね。よかったらコメント欄か皆さんの気になった情報とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで動画投稿頑張っていくんでよかったらしていただけるとモチベーションつながりますんでよろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。さよこ。